ミスターお口のステージショー講座、パフォーマンスを仕事として成功するためのいろは。どうもこんにちは、ミスターお口です。さあ今日はですね、皆さんがショーの時にパフォーマンスをしている時に使う音楽、曲について、どういう曲、どういう音楽を、使ったらいいか、どういう曲を選んでますかっていうね、質問も結構です。で、どんな音楽、どういう曲を使ったらいいか、もう一言で言いますと、基本的には自身が好きな曲を使ってください。自分の好きな曲を使うのが一番いいと思います。参考程度に言いますと、例えば明るい演技ね、明るい演技をするときにはやはり明るい曲を使った方がいいと思いますし、面白い笑いの要素がある演技の場合はやはりコメディチックな曲を使う方がいいのかなと思います。あとかっこよく、ね、演技をするときなんかはそういうかっこいい曲、ね、あると思いますし、で綺麗に見せたい場合は綺麗な曲、ね、そういうのを使っていただく。基本的には自分がご自身が好きな曲を使うのがベストだと思いますね。で、一つ、注意点、気をつけてもらいたい部分ですけども、J-POP、日本語の曲を使う場合ですけども、どうしても日本語の曲の場合は歌詞が、日本語ですね、ということで、その歌詞が、耳にこう入ってきた場合に少しその歌詞の方に気を取られて、自身がやってる演技、パフォーマーのやってる、ご自身のやってる演技がちょっとこうね、集中力がそがれるということもありますので、私の場合はあまり J-POP は使わないですね。洋楽であったり、クラシックであったり、ジャズとか、いろんなジャンルの曲を使いますけれども、そこはでも、ご自身で決めていただければかなと思います。はい、ということで今日はね、曲、音楽の選び方でした。ありがとうございます。